この曲は一弦メロディーの一部にコード音プラスしたアレンジになっています。少し難しい5320という G コードの押さえが出てきます。解説番号でいうと4番になります。響きはこういう感じになります。ここではこのコードの押さえの前の音の指使いを気をつけることがポイントになります。同じ小節の7フレットを小指で取ります。でこの小指を横にずらして5フレットを弾きます。そしてこの小指を軸に難しいコードを押さえます。ゆっくりつなげてみます。7フレットから5フレットの移動は違う指を使わずに小指で押さえることで難しいコードも少し楽に押さえられるようになります。